皆さんこんにちは、ラジオアフです。前回の動画で、質問がありました。ハニーさんから質問がありました。コギクとスプレーマムの違いは何かという質問があったので、それにお答えしていきたいと思います。ですね、まずこのコギクの方は、もともと日本に昔からある品種になります。結構小ぶりな、花は多いんですけど全体的に小ぶりで、色はというと、白、黄色、赤が基本になります。一方このスプレーマムの方は一応西洋から入ってきた品種となりますので、見た感じで言うと瓶は大きくって、色も同じように白、黄色、ピンク、その他ここにあるような赤とか結構いろいろな、色も豊富でたくさんの品種があります。大きな違いというと、それで今日おすすめするお花はこの頭についてます今の旬であるアジサイの方を紹介していきたいと思います。どうぞ。本日紹介するのはアジサイを紹介していこうと思います。アジサイの国産の産地さんですねをちょっと紹介していこうかなと思っております。まず、おすすめなのは山形県の秋葉ナーセリーさんですね。それから、千葉県の青木園芸さん、そして、岡山県の黒田ナーセリーさん、この、3カ所が特におすすめとなっております。この時期にぴったりだと思いますので、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。紹介の方はいかがだったでしょうか。今回はこの色目になってますが、いろいろ品種も多く取り揃えていきますので、ぜひぜひお家の方に飾ってみてはいかがでしょうか。それではまた。